NHK 杯でいずれもこの鉄棒で落下のためにタイトルを逃してきた塚原直也。さあ初優勝に向かっての最後の種目鉄棒です。注目しましょう。ここですね、小町の1回ひねり、これです、成功、はい、ね、さあ優勝へ向かっての着地です。伸身の新月面決まった。塚原直也 NHK 杯初優勝ほぼ終にしました。最後にいい演技してくれましたね。本当に積極的な技を抜くことなく本当にあのコールマンを決めて、まあ、彼の課題である着地まで、克服してピタリと決めてくれました。まあ、大差があるとはいえこの最後の種目やはり怖いものはあるんですが、はい、思い切って攻めてきてくれましたね。高さもあります、はい、今日の実施は良かったと思います。ひねって、はい、こうまたバーを握りますので、そうですね、このバランスが難しいと思うんですよね、はい、もう一度バーを掴むときがどうしても、はい、まっすぐ入ってこないものですから、そこに難しさがあります。これまで NHK 杯この鉄棒で2度の落下がありました。おととしには畠田、去年には米田に優勝をさらわれました。悔しい思いをしてきたこの塚原直也、何か2年間の鬱憤を晴らすようなですね、そうですね、最後の鉄棒でしたね。まあ、過去の落下も本当に今自分のプラスにして本当に一回り二回り強くなってきましたね、はい、一昨年の場合は技を落として、はい、技を落としてそれで失敗、そうですね、去年の場合はあえて挑戦して失敗、はい、まあ、そのあたりにも塚原自身のその、まあ、成長の過程というのがですね、そうですね、伺えると思うんですよ、はい、まあ、それをやりきってのまあ、優勝ですからも特に 9.60 優勝決まりました。塚原直也